皆さんこんにちは、旅好きなアラサー女せんちゃんです。今回目指すのは鬼怒川温泉。リバティアイズに乗って約2時間、人生3回目の鬼怒川温泉に向かいます。今回は母と一緒の旅なので、談笑していたらあっという間に目的地に着いちゃいました。駅前に鎮座する鬼怒田と奇跡の再会を果たし、まずはお昼ご飯を駅前にある杉銀子さんで栃木っぽいものを食べます。私これにしよう、湯葉そばの冷たいの。お母さんどれにするって言ったっけ。これか、おそばの高いの。あ、冷たいのしよう。冷たいのしよう。これで便利だよね。これすごく美味しそうだね。ね、さっぱりと。うん、湯葉もたくさん入ってるわ。こっちはキノコですか。はい、わさび。おお、美味しそうじゃん。いいですね、わさびがね。そう、さっぱり。おお、いただきまーす。一旦もめるみたい。本日泊まるのはこちらの鬼怒川温泉ホテル。徒歩で約20分から30分、タクシーでは約5分の距離にあります。館内は広々としていて開放的。ロビーラウンジは和モダンな空間で、窓から見える緑に癒されます。それでは早速館内を散策してみましょう。散策ちゃんとしたやつだわ、うん。じゃあ何書こうかな。ひこぼしに会えますように。今年中にひこぼし様に会えますように。ひこぼしに会いたい。うん、ひこぼしに会えますように今年中に。どんだけ欲しとんのよ。秘密じゃない。ここにせんちゃんって書いてあるから、うん、いいんじゃない。会えるよきっと。まあこんなもんでしょ。なんか私よりまともなこと書いてるじゃん。それでは木造り大浴場渓谷の湯に入ります。こちらは鬼怒川の渓谷を望むことができる木造りの大浴場。5つのお湯やサウナを楽しむことができます。泉質は肌に優しいアルカリ性単純泉。傷は川地、やけどは滝とも称される鬼怒川温泉の名湯。アルカリ性単純泉のお湯はお肌ツルツル美肌の湯でもあり、お子様や敏感肌の人にも優しい泉質です。どのお湯もすごく良かったんだけど、やっぱり鬼怒川を望むことができるお湯がとっても良かった。露天風呂では川の流れる音を聞きながら日頃の疲れをゆったりと癒すことができました。やっぱり温泉っていいよな。はい、川の音を聞きながらね、すごい気持ちよく入れております。気持ちいい。半身浴風呂があって、うん、長風呂できるんだ。暑い、もう暑い。こんな感じだ。うん、暑い暑いね。赤ちゃん用の、あ、これベビーシャンプー、うん、赤ちゃん用なんだ。ピジョンのやつだ。うん、すごい懐かしのシャワーハット。本当に親子3世代で来ればいいよね。そうだね。全部揃ってるね。ボディーローションからヘアエッセンスも手ぶらで来れちゃう。すごいね。あ、うん、水だ。これいいか。冷水。
かなり広い。うん、広いね。早かってみようか。えー、あ、ちょっと痩せたわ。本当だ。うん、よし。859、うん、すごい広いじゃん。うんうん、859、はい、明るい、あ、いたいたいた、あ、涼しい、え、間違えた、いや、広い、マジか、広い、いやいやいや、空気が澄んでる、え、わっ、綺麗だよ、すご、すごくない、え、めっちゃ綺麗なんだけど、しかも一つ一つのベッドが結構大きい、ザン、ちょっと電気つけようか、え、めっちゃおしゃれじゃない、ここなんかこうリニューアルしたんだっけ、こんな感じです、大きさ的に大きい、このデザインも可愛い、お爪がめちゃめちゃ映える、ネイル紹介に使える、そうだね、うん、空気清浄機があって扇風機もあって、うん、これだよね、これはいい椅子、よいしょ、あー、これ寝れると気持ちいい、ここもこれちょっと、あ、やばいやばい、ちょ来て来て来て、やばいやばい、ほら見て川よ、鬼怒川だわ、すごいね、めっちゃいい景色、ここは冷蔵庫だ、こんな感じ、空っぽ空っぽ、これお楽しみの三段棚、一番上からソーサーとおしぼりかな、うん、2番目、一番、おお、え、おしゃれすぎん、これ急須だと思うんだけどさ、そうだよね、すごいなんかおしゃれな、ケトルがこんなおしゃれ、じゃ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 ん、あ、あら、ティッシュの替え、ティッシュの替えでした。で、これおしゃれだよ、これもなんだか、おしゃれ、おしゃれ。このお母さん飲めばいいよ、うん。これ気になってたやつ、下でさ、あの1位になってたやつね。うん、これ後で食べよう。お水もあるよ。お水もある。この扉もまたおしゃれよ。ほら、ね、この、なんかすごい。これなんだよね。ちょっとカラフルな感じするよ。わあ、え、味方か。え、なにこれ素敵じゃない？多分体洗うやつでしょ、これ体洗うやつで、なんか入ってるよ、お、スキンケアセットだ、すごい、お母さんなんてね何も持ってきてないだろうから、あんたの借りようと思ってこれ使いな、なんかすごい可愛いんだけど、何、うん、これ、これ巾着じゃない、もらえるのそれ、え、もらっていいのかな、これちょっと私たちレベルのものでは分かりません後で聞かないと、旅でしょ、うん、靴下ね、これいいよね、手ぬぐいと油ですね、だし手ぬぐいがちょっとピンク、うん、あのこだわりです、でそっちほんのり黄色かな、ほんのり黄色に決まってるでしょ、こんなのは、おいがっつり黄色だよがっつり黄色やん、黄色は幸せ色だから、そうがっつりがっつり黄色、あ、浴衣ですね、浴衣だ、かわいいよ柄がまた、うん、ね、お待ちかねのお風呂です、すごい広さある、あ、まさかこれはリファのあれだ、これいいんだよ、めちゃめちゃいいんだよ、リファのシャワーヘッド、これが導入されてるホテル好き、じゃん、洗面台すごい広いよ、ほらこんな感じ、え、ちょっと待って、リファすぎる、リファコーナーだ、ここほら全部リファじゃん、これ欲しいやつ、もうコロコロするやつ、リファのヘアアイロン、これはストレートもある、あ、これお手か、そうカールで、これストレートだ、ドライヤーもリファじゃん、ほら細っ、あ、あ、うん、すごいすごい、リファコーナーめっちゃいい、で最後ここトイレかな、あ、お手洗いです、こうやってさ、こうじゃない、あ、食べるか、これ、うん、金谷の和風チョコサンド、え、予想外、あ、こういう感じだ、あ、おお、こういう感じ、いただきます、うんうん、うん、うまっ、中にチョコレート入ってる、顔をね、眺めながら、この後またお風呂なんだけどね、お風呂のために伸ばしてる、こちらがね、貸切風呂でございます、こんな感じです、タオルはここにある、そしてこれもリファ、ちょっと色が黒い、色が違うね、さっきと大きい、メンズ向けのものもここに置いてあるね、カップルとかご夫婦とかね、もういいよね、こんなところでビールが買えるという、入ってる見て入ってる
変えるんだ。お水ももちろんあります。これ常温水と冷水。では行ってきます。オープン。2つあるんだ。ねえ。予想外。あったかい。めっちゃあったかい。すごい、お風呂みたいにこう流れてるよ。うわ、最高に。すごい。贅沢。なみなみ。なみなみ、気持ちいい。くわ、温泉っていいな、本当に。めっちゃ気持ちいいよ、これ。ちょうどいいサイズとして。そうね。うん。ここで暮らしたい。お家気になるでしょ。ここは露天ではないよ。こっちの方が露天だよ。はい、豪華ですよ。2種類ありますよ。熱い、熱い、うわー、うわー、気持ちうまい、気持ちうまい。何これ、いいのかな、これ。こんな気持ちよくて気持ちいい。あ、最高だよこれ。うん、なんかもうポカポカする、やばい。うわー、気持ちいい。入りたいでしょ。そうだね。無色透明、海無臭、このお湯ですよ。このお湯私結構好きで、単純性、アルカリ性単純性、肌がね結構スベスベになるんだよね。うん、そこがおすすめのポイント。めちゃめちゃ気持ちいい。温泉来てよかったって思ってます。暑いわ。しみる。乾杯。おすすめのお菓子、絹の清流。なんかある？さっき食べたやつ、これ。あ、これさっき食べたやつか。人気らしい。ほら、当館人気ナンバーワン。何これ、ビール？え、なんかおしゃれ、めっちゃおしゃれ。おしゃれすぎる。え、めちゃめちゃ可愛いんだけど、これすっごい可愛い。え、まだ何、何コップ？コップ可愛い。え、可愛いね、それね、可愛い。このトートバッグ可愛い。何これ、めっちゃ可愛い。え、これキブナって何なの、何物？あ、これか。あー、そういう感じだ。上手にできるかな。できるかな。お、いいんじゃない。お、上手。無駄にうまい。こちらお召し上がりになります。はい、食べたいです。温泉まんじゅうもあるんだ。こちらのお茶菓子もどうぞ。はい、いただきます。じゃあ1枚ずつもらおうね。あ、もう取ったよ。どうぞ、どうぞ。こんなに無料でいただけちゃうの、最強じゃん。あったかいの。ほんと。うん、なんかトロトロ。本当。美味しい。うまい、これ。ちょっとこの態度で食べたら本当美味しい。なにこれ。当たっちゃったらどうしよう。3DS、 やばい、 3DS 当たっちゃった、どうしよう。待って、すごい懐かしいよ。やるか。ありましたよ。やるか、これ。ちょっと待って、いくら高えな。当たってる、当たってるわ、当たってる、すごい高いぞ。素敵な雑貨が入っています。さらにハッピー商品券が入っていったらこれもらえるんだよ、きっと。朝出るか夕方出るか夜出るか、あなたの運次第。ちょっとやるわ。あ、自動だよ。いくよ。いいよ。お、いいんじゃない？ゴールドだよ。すごいよ。あ、お、何？1000円って言ったものは何？何？手が震えちゃう笑いで。ハワイの2、3回。ハワイなの？
ハワイなの。あ、税込み1300円だ。お、すごいじゃん。よかったよ。元取れたよ。元取れた、元取れた。元買ったよ。すごい、これ、すべての邪気を払い落とすって書いてある。めちゃめちゃ強いぞ。ハワイになんか伝わるすごいやつだよ、これ。大事にしないとね、大事に。夕飯に向かうぞ。それではお待ちかねの夕食のお時間です。ビュッフェスタイルの夕食なんだけど、とにかく種類が豊富。ここまで種類が多いビュッフェを見たことがなかったので、かなり興奮してしまいました。器もすんごく可愛くて、美味しいものを少しずつ食べられるのが最高。珍しいメニューもあって、こちらは鯉の洗い、酢味噌につけて食べるとすっごく美味しいの。海鮮系もあって、イカ好きの母が喜んでいました。スイーツメニューもかなり充実してて、すっごい美しかった。一種類ずつ全部食べたいよね。さらに自分好みのパフェを作ることもできます。このトッピングの量もすごいよね。本格的な釜飯やおでんも用意されていて、胃袋が許すなら全部制覇したい。もちろん宇都宮餃子もありました。やっぱり栃木に来たら食べたい一品だよね。しかもオープンキッチンでは焼きたてのピザが食べられたり、美味しそうなローストビーフまで。こんなに贅沢しちゃっていいのかなと不安になっちゃうくらい充実しています。しかも追加料金でアルコール飲み放題をつけることもできます。地元の日本酒に夏にぴったりなクラフトビール、カクテルベースも充実しています。ライムとレモンが用意されてるのもすっごく嬉しい。まず第1回戦はこんな感じで盛り付けてみました。やっぱり器が綺麗なので、私の雑な盛り付けでも映えて見える。それではビールで乾杯。もうね、すっごく美味しくて、撮影そっちのけで食べてしまいました。一つ一つの小皿が繊細で美しいので、目で見ても美味しい。クラフトビールもさっぱりしていて最高でした。ローストビーフは間違いない美味しさ。これはね、本当に美味しい。やっぱりね、オニオンソースがいいのよ。スイーツもね、とっても可愛いでしょ。待って、アユいたんだけど。アユだよ。アユの塩焼き、そしておでんにそうめん、茶碗蒸しとかもある。まあ、鮎がいたのが本当に衝撃的。見て見て、湯気とともにうなぎのいい香りが漂うの。釜飯はお米がしっとりしててとっても美味しかった。やっぱり夏はうなぎを食べてパワーをつけないと。こちらの鬼怒川温泉ホテルはジャランアワード2022でジャランオブザイヤー夕食関東甲信越で第1位を受賞したらしいの。本当にね、納得の美味しさ。何回戦目だってくらいたくさん往復しちゃいました。だって美味しいんだもん。いつの間にか手に入れたスパークリングワインを飲んで、今回の夕食はおしまい。ごちそうさまでした。2度目の正直。もう私は酔ってるから。絶対にスイッチ。お酔った勢い。いや、スイッチしか出ないのよ。行くぞ。おう。お、あ、ちょっとなんか遅かったよ。遅かったよ。重たいかな。あ、軽い。これ、これ軽いかもしんね。軽いかも。軽いぞ。マジか。ちょっと待って。まさかのちょっと待って、まさかハワイのみかんが。いや違う、いや違う、結構種類違い。大成功。これね、1300円。また同じじゃん。夕食の後は部屋に戻ってお仕事を。実はかなり仕事が溜まっていて、この日は案件動画の構成案を作っていました。その後は疲れを癒しに最後の温泉へ。母と一緒にゆったりと温泉に浸かって疲れを癒しました。そして翌日。おはようございます。2日目の朝でございます。でもいろいろとメイクをしまして、リファめっちゃ使いました。これを使ってこれもやった、うん、あ、ちょっと心なしか小顔に。今からね、朝ごはんに行っていきたいと思います。朝ごはんもビュッフェスタイルということで、すごく楽しみです。行ってきます。朝食も昨日と同じくビュッフェスタイル。でもね、昨日と全然メニューが違くて感動しちゃった。朝だから種類が少ないんだろうなと思ったら大間違い。スムージーがあったり、フレンチトーストや美味しいパン、いろいろなおかずに焼き魚まで。そして気になったのがこの高原ほうれん草。ほうれん草をしゃぶしゃぶってどういうことって思ったんだけど、これがすっごく美味しいの。ほうれん草をしんなりするまでしゃぶしゃぶすると、何もつけなくても素材そのものの甘みを感じられて、すっごく美味しかった。
これはね、ぜひ食べてほしい一品。とにかくね、このホテルは食事が最高なの。こんなに充実したビュッフェスタイルの食事ってなかなかないから、食事目当てで来てる人も多いんじゃないかなと予想。ぜひみんなにも鬼怒川温泉ホテルのお食事を楽しんでもらいたいです。ネギのさ、上に乗っかってるだけだと思ったら、味噌が中にも入ってた。豪勢だね。浮き味噌、美味しい。こちらのスープすごい美味しい。そう、うん。はい、ということで今回は鬼怒川温泉ホテルに泊まってみました。鬼怒川はね、3回目なんですけど、本当に飽きない。やはり隣がこう川っていうのがね、すごくロケーションがいいんですよ。温泉もそうだし、こういう部屋の中でも川の音が聞こえる。これでね、すごく癒されます。で、この鬼怒川温泉ホテルはですね、食事がすごい。ビュッフェスタイルのね、お食事なんですけども、本当に種類が多くてめちゃめちゃ多かったよね。美味しかったです。ね、全部食べきりたいぐらいなんだけど、食べきれない、選びきれない。本当にたくさんの種類があるので、そこもね、楽しんでもらいたいポイントです。平日なのに人が多かったよね。ね、多かった、ね、多かった。すごい感動した。私はやはりね、コロナ禍で人がね、こう観光業すごく減ってたんですよ。この数年間私も何回か鬼怒川に来てるけど、だんだん増えてきてる感がある。昨日とかは本当に平日なのにたくさんの人がいて嬉しくなっちゃった。鬼怒川推しとしてはすごく嬉しいです。フリードリンクとかお菓子とかもあったよね。そうそう、おまんじゅうが美味しかった。おまんじゅうめちゃめちゃ美味しかった。あのラウンジでおまんじゅうをね、食べたんですけど、そのおまんじゅうがあったかくてね、もうトロトロで美味しかったんですよ。そういうフリーサービスがあったりとか、多分7月15日からね、あのプールも使えるらしいんですよ。特に家族連れとかカップルとかご夫婦とか、めちゃめちゃいいと思います。まあ親子2世代3世代で楽しめるホテルだなと思いました。あとはお部屋がすごい綺麗。この部屋はね、リファのシリーズが置いてあって、ドライヤーとヘアアイロン、カールタイプとストレートタイプ、そして顔のコロコロ、あとリファのシャワーヘッドもいいですね。こういう細かい気遣いみたいなのがすごく多くて、もうスタッフさんもみんな優しかったよね。今回はね、こちらのホテルにご招待いただいて宿泊したんですけど、本当にもう皆さん優しくて、おもてなしがすごく心地よかったです。撮影にも協力していただいてありがとうございます。特に今回は撮影があって結構バタバタしちゃったので、もっとゆっくりね、そうね、家族で行きたいですね。うん、家族でね、来るのありだね。こっからはね、夏になってきますから、お盆休みとかいろんな休みがあると思います。そこでね、ぜひぜひ鬼怒川温泉遊びに来てみてください。東京とかからもすごい来やすいんですよ。スペーシアとかリバティとかいろいろありますから。だからね、関東圏の方々ぜひぜひ遊びに来てみてください。よかった、もうなんか帰らなきゃいけないんだ。そうね。こんな感じですごくいいホテルでした。ありがとうございます。ありがとうございました。来月もまた栃木来るんですけど、今年栃木何回行くんだろう。第二の故郷栃木県となっております。ぜひぜひ皆さんも遊びに来てみてくださいということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。おすすめのホテルなので、ぜひぜひ概要欄からね、詳細をチェックしてみてください。それではせんちゃんでした。バイバイ。